ようこそここへ、クッククック。どうも、桜田淳子さんの周りが騒がしい。完全復帰？と、眉を潜める業界関係者が多い中、近年、急速に露出を上げていた桜田さん。今回は、絶対に完全復帰できないという噂や、奇妙な子供との関係や夫の正体について、気になったので、調べてみることに。桜田淳子さん、1958年4月14日生まれで、現在64歳。秋田県秋田市新屋のご出身で、身長161センチ、血液型は O 型。最終学歴は聖トマス大学を卒業しています。家族は、会社員の父と専業主婦だった母に、9歳年上の兄と7歳年上の姉がいる。3人兄弟の末っ子だった桜田さん。わずか14歳にして、伝説の番組、スター誕生の決戦大会で、史上最高の25社からオファーが殺到した、伝説のアイドル誕生エピソードは、語り草となっていますね。大人の事情もありましたが、結局、彼女が選んだのはサンミュージックでした。大ファンの森田健作さんがいたからだそうです。1973年デビュー曲「天使も夢見る」で、白いエンジェルハットをかぶった可愛い姿と歌声は、世の男子のハートをわしづかみにしたのは、言うまでもありません。同じ、スタタン出身で同世代の、森まさこさんと山口百恵さんとで、花の中3トリオと騒がれ、特に山口百恵さんとはお互いを、桃太郎、純平と呼び合う仲でした。3枚目の、私の青い鳥で大ブレイクすると、見事、第15回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。その後も、次々とヒット曲を連発した桜田さん。9年連続で NHK 紅白歌合戦に出場したのですが、シングル、真夜月を最後に、女優業に専念すると、その卓越した演技で、日本アカデミー賞で、助演女優賞を2回も受賞しています。シリアスな演技だけではなく、8時だよ全員集合でのコント、私ってダメな女シリーズでは、コメディエンヌとしての才能も開花して、まさに、桜田さんの未来は視界良好のはず。でしたが、1992年に、突如、統一教会の信者だと告白して、世間を仰天させた桜田さん。しかも、あの統一教会の合同結婚式に、花嫁として出席するという知らせを聞いて、飲んでいたコーヒーを鼻から出す男子が続出。そこまで驚いた理由は、当時、高額献金や霊感商法、マインドコントロールで、社会問題になっていたからでした。しかも、教団の広告塔だと呼ばれて、世間から猛バッシングされたのです。スポンサーからはソース感され、事実上の引退となりました。しかし、なぜ入信したのでしょう。実は、姉が深く関係していて、1972年に20歳で入信した姉には、過去に失踪した黒歴史があったのです。何のために失踪したかというと、合同結婚式に向かうためでしたが、出国前に両親に見つけ出されて、強制的にとある病院に入院させられ、退院するときにはマインドコントロールからも解放され、すっかり立ち直ったと思っていたのに、実は桜田さんの付き人として活動する裏で、ずっと信者を続けていたのです。桜田さんがそばでずっと支えてくれた姉を、疑うはずもなく、やがて統一教会に入信。それからは、実家とは疎遠になったそうですが、両親は、可愛い娘を奪還すべく、全国原理運動被害者父母の会に参加し、父親は秋田支部の会長として、反統一教会の運動に奔走しましたが、思いが叶わぬまま、この世を去ってしまいます。その意思を継いだ桜田さんの兄が、反統一教会の運動を継続しつつ、母親の病気をきっかけに、
桜田さんが実家に帰ってくる口実を作って、ずっと説得を続けたそうです。その甲斐あって、疎遠になってから10年ぶりに、ふるさとの秋田へ帰ってきた桜田さんは、数日、兄と共に母親を看病し、家族としての時間を過ごしたそうです。そんな母親も痴呆症が進み、今は施設にいるのだとか。14年間の沈黙を破った2006年、エッセイ集「愛する順番」を出版した桜田さん。東京に引っ越したということもあって、芸能界復帰かと憶測が飛び交いましたが、姿を見せることはなく、2007年にはオリジナル CD アルバムが復刻され、特典の「声の手紙」という CD で、およそ十数年ぶりに、肉声を披露してファンを歓喜させ、2008年にも DVD ボックスが発売されましたが、沈黙を守ったままでした。2013年、サンミュージック相沢会長の通夜に参列した際、16年半ぶりに公の前に姿を見せた桜田さん。デビュー40周年のベストアルバムの発売を記念して、銀座博品館劇場でファン感謝デーを開催。約21年ぶりにファンとの交流も果たしています。2017年にはゲストとして舞台で5曲を歌い上げた際はチケットが数分で完売するなど衰えることのない人気を証明した桜田さん。翌年には桜田淳子プロジェクトを発表すると、35年ぶりの新録アルバムやベストを次々とリリース。それに合わせてファンミーティングを開催するなど、その活動はどんどん加速していたはずですが、未だに芸能界への完全復帰ができないのは、一体なぜなのか調べてみると、たびたび信者の集会や教会関連のイベントで講演したり、CD 発売のたびにクローズドのライブの優先権をつけたその販売方法に、教会の影を感じたからではないかとも言われていて、特に全国霊感商法対策弁護士連絡会に至っては、彼女の心からの贖罪と説明なくしては、決して芸能界復帰を許さないというほどの厳しさですし、中でも一番彼女の完全復帰に待ったをかけていたのは、他でもない芸能界の父であった相沢会長でした。復帰するなら脱会しろ。これがたった一つの条件だったそうです。一方で、会長亡き後活動を活発化させた裏では、新たな疑惑が持ち上がっていました。実は、統一教会の後継ぎ問題が発生して、新派分裂の動きが活発化する中で、その資金稼ぎのために桜田さんを担ぎ出して、大々的に復活を画策しているという話などあって、現状、スポンサーから OK が出るとは考えにくく、完全復活はかなり難しい雰囲気です。さて、気になる桜田さんのプライベートですが、1992年の合同結婚式で結ばれた。気になるその相手を調べてみると、東信之さんという会社役員の男性だと判明。至って真面目で物静かな男性なんだとか。もちろん教団が指名した初対面の男性で、実家は兵庫県西宮市でしたが、父が残した工場を経営するため、結婚後は福井県敦賀市に移り住んでいます。2000年には高齢の母の介護のため西宮市の実家で同居して、大阪の会社で営業マンをしていましたが、2004年に東京世田谷区に転居してからは、会社を畳んだ際に残った資産運用で生計を立てているそうです。2人は3人の子供を授かっていて、びっくりしたのですが、桜田さんは子供にミルクを飲ませるときに、どうぞミルクをお飲みくださいませと言って飲ませていたそうですが、教団の教えでは子供は神なのだそうです。ちなみに、1994年生まれの長男は、噂では慶応義塾大学を卒業していて、1996年生まれと1998年生まれの姉妹も含めて、
とても家族仲がいいのだとか。それだけは救いだと思ったのもつかの間、ある筋からとんでもない話が飛び込んできました。というのは、夫の東さんはすでに教会から脱会しているというではありませんか。その上、桜田さんとも離婚しているのではという噂もあって、それが本当なら桜田さんの教会脱会もおかしくないはずですが、あれだけのスターですから、できればすっきりとした状態で芸能界復帰させてあげたいと思うのは私だけでしょうか。ファンともども、これからの桜田さんの動向から目が離せそうもありません。ご用心ご用心。それではまた次回お会いしましょう。